じめに補正の仕方をお見せいたします。はい、いろいろな補正の仕方がありますが、はい、この方の今日の補正は胸に高さを出したいと思います。ウエストはタオルを巻いております。はい、このように肩にかけましたら、はい、タオルの端を、はい、少し折りまして、はい、ここで一度倒します。はい、ここから同じ長さ30センチぐらいの下を同じところに上げて、はい、ここで緩みを持たせて反対の方に倒します。はい、もう一度持ち上げまして、はい、端をつけて、はい、反対に倒して、はい、胸の高さを出します。はい、次、ここがタオルの端に体より出てますので、はい、これを、はい、中側に、はい、折って、はい、こちらも折って、はい、ここの低い部分をこれで高さを出します。はい、そうしましたら、はい、このタオルをこのまま持っていきまして、はい、顔の前で倒します。はい、ちょっと押さえていただいて、はい、こちらの方も、はい、このように持っていきましたら、はい、このように、はい、押さえて、はい、端はこのまま肩にかけて、胸のこの引っ込んだところに、ちょっとここ折って、はい、このように、はい、はい、タオルを畳んで、はい、ここで補正が終わります。はい、全部くるむのではなくて、はい、タオルの端から 2,3 センチ下に中心を置いて、はい、中側に、はい、折って反対側に持っていきます。はい、半分ぐらいになります。はい、ここで一度一回転しまして、前にキカーゼを、はい、このガーゼの長さは1メーター50センチの長さを45センチだけここ残しまして、真ん中中心から、はい、まっすぐにハサミを入れております。はい、このようにガーゼでくるみまして、一番引っ込んでますので、ここの部分にだけ縦締めをした後にタオルを当てます。はい、長襦袢を肩にかけまして、背中心を確認いたします。はい、新日本髪結っておりますので、少しだけ衛門を抜きます。はい、このように、はい、衛門の位置を決めましたら、はい、その時は紐通し、エモンを押さえるこの力布がついておりますので、それを考慮して考えながら、ここの抜き加減を見ます。コインベルトを使います。この方のウエストの位置に、はい、このように留めておきます。はい、そうしましたら、喉のくぼみが、はい、隠れる位置に持っていきましたら、このコーリンベルトを後ろに回して、割と高めの位置に、はい、通しまして、はい、左右同じ位置を、はい、このように、はい、止めます。止めましたら、はい、ここでゴムを伸ばしながら襟元を、はい、確認いたします。宮津口の身頃を全部前に持ってきまして、はい、ここで後ろに前を倒します。
はい、後ろしっかり持ってきて倒します。はい、そうしましたら身ごろをきちんと脇まで引きまして、はい、ここに、はい、後輪ベルトを下に下げるようにして、はい、脇いっぱいに伊達締めを、はい、置きまして、前を下げて、はい、後ろしっかり上げまして、はい、まっすぐ引く方だけに力入れて、はい、上から下ろしまして、はい、前に回して、はい、締めます。はい、そうしましたら、はい、前だけ少し下げまして、このまま緩い状態作ります。はい、ここにあるこの後輪ベルトを、はい、このように中心で伊達締めの下から獲物抜きの輪を通した両脇にこのように下げておきますと襟の位置が変わりません。で、この方横から見るとここが大変引っ込んでおりますので、この状態で、はい、1枚伊達締めの上の方1枚のところに、はい、タオルを8分の1に折りまして、はい、ここに、はい、ここで背中の引っ込みを、はい、これで直しておきます。中に入れますと後から気がついた時にまた紐を何本もしなければいけませんので、はい、このような状態を作ります。はい、これで着物をお着せいたします。1番をお着せします。はい、この方の手を、はい、ここに持ってきまして、はい、握らせてこの位置で、はい、そうしましたら、はい、後手を持って背中をしっかりと上に上げますと、はい、おたもとが、はい、きれいに揃います。はい、肩にかけましたら、はい、重心をまず、はい、ここで止めます。肩山でこの袖山のこの線上のところで真半分になってますので、はい、ここのとも襟のところね、ここでこの幅よりも少し1センチだけ幅を出しまして、はい、後ろのクリップを押さえて、はい、しっかりと右と左の手で力を入れて、はい、ここにクリップを止めます。はい、同寸とここ1センチだけとも入りで幅を出しまして、後ろ中心きちっと押さえながら肩に沿わせまして、はい、このクリップを、はい、こちらに移動してこの肩山の線上にクリップを留めます。はい、この状態ができましたら、はい、襟先から手幅1つ上がったところを、だいたい20センチぐらいのところを1回手に持ちます。そのままの状態で手の中にこのように持ち直して、はい、お袖ちょっと横へ上げててね、はい、脇いっぱいまで上げて徐々に下ろしまして、はい、前中央で襟先を揃えます。はい、そうしましたら、はい、上前を一旦合わせてみます。はい、下前床と裾まっすぐ持っていきまして、お首の線から少し斜めに上げまして、はい、このまま、はい、床と裾平行にまっす
すぐ持っていきまして、はい、ここでウエストに紐をします。はい、この横の布目が、はい、真横に行くように、はい、少し前をずらしまして、前より後ろを6、7センチ高くして、はい、紐をします。はい、紐は全部に挟むのではなく1枚目に挟むと、はい、割と簡単に、はい、一直線になりますので、はい、コロコロしないようにできるだけまっすぐにします。はい、上前を上げて、はい、つま先が、はい、ここで返しますので、床から7、8センチ上がるぐらいにします。はい、上前の端は4、5センチ、はい、つま先が指3本から4本上がるようにしまして、お客様の足の指が少し、ほんの少し見えるぐらい、そんな長さにしますと、草履を履いた時、はい、綺麗に見えます。はい、これで、はい、前後の端折りを綺麗に下ろします。はい、ここまで下ろしまして、お首の線が下ろした時に綺麗にこのように同じ位置に来てましたら、これで布目が通ったことになります。はい、ここで襟元合わせます。はい、ともえりのところ少しだけ広くします。肩山同数にしまして、はい、中に、はい、このように入りまして、はい、この縦入りのこの飾りが少し綺麗にこの端が見えますと、2、3ミリの感じになります。はい、このぐらい出しましたら、はい、身ごろ全部前に持ってきますと、ここに線がつきますので、はい、肩山から折り込みまして、はい、紐をします。はい、ここも同じように線を引いて、はい、後ろに持っていき、はい、こちらも後ろに、まま後ろに持っていきましたら、中心より少し方で、はい、指で撫でて、はい、肘を下げないようにして、はい、そうしましたら、はい、後ろのシワを全部脇に寄せますので、後ろ身ごろを、はい、前に引いて3センチぐらい返しまして、はい、前身ごろ上にかぶせます。かぶせて斜め前に引きますと、はい、こういう状態になりまして、はい、ここの身ごろのシワは全部こう前の方に下で入れます。後ろ身ごろを、はい、3センチぐらい返したところに、はい、前身ごろを重ねます。はい、この状態、はい、40センチぐらいになりますので、はい、40センチの、はい、左側をまっすぐに上げまして、でここを止めます。おはしょりよりも後ろがこれだけ長くなってますので、はい、これをこのように、はい、上に折り上げまして、はい、そしてこれを前に入れて、はい、この際を押さえます。はい、後ろから持ってきたこのたごみをここで軽く
緩みを倒してちょっとここで押さえておきます。だいたい 7-8 センチ、この下 7-8 センチ出すようにしまして、はい、ここでラテ締めを、はい、締めます。だいたいラテ締めの下が帯の輪の下になりますので、指4本ぐらい、指の細い方で、はい、5本、だいたい4本ぐらいこのように出ていますと、おはしょりがきれいになります。はい、これは上端をこのように縦締めの中に入れまして、はい、胸の紐はこのように出しておきます。隠します。